Bリーグ今シーズン初登場、相手は有信です。解説は松下裕二さんです。有信サーブです。これも絶叫対決ですね。はい、でも最近はなんかこう声を出すことを抑えているので張本選手、はいはい、まあ、それが習慣化されてればあまり声出さないかもしれないです。はいはい、あんまり出しませんね。まだね、序盤ですもんね。まあ、はい、いや今のリターンのスピードも速いですね。多分今まで見たこともないようなラリー展開になると思うんですよね。はい、はい、ドーン、ナイスボール。ゴーダのこの強度は同じぐらいですか。いやもう有信選手の方が今はボールのスピードはあります。ありますか。あります、あります。はい、シーブというよりもこの素早い高速バックですよね。そうですね、いきなり あの間近から打たれてますから、ね、早いですね。ドレーソー、もう有信は序盤から立ち向かいますので全力で気合を入れていきます。まあ、張本選手はあの得意のチキータからスタートして、はい、早いタイミングで、はい、もう相手にのチャンスを与えないという、はい、それがもう張本選手の一番得意なプレーなんですよね。はい、ドレー、なんか昨日の試合の途中からバックハンドがすごく良くなってますね。はい、まあ、昨日も一昨日もこの第1ゲーム の, そのスタートダッシュは有信いいですよね。素晴らしいそのプレーですから。はいはい、まあ、特に第1ゲームを取らないと、はい、もうやはり勝つのが難しくなるっていうことは分かってると思うんですよね、有信選手が格上と、ね、戦う時は ね、あの庭の時ですよね。はい、バックが良かった。森薗はショート、つつきネット際に来るのでちょっと苦しみましたよね。そうですね、短いボールでね。もうあの試合は森薗選手の作戦勝ちですね。はい、今サイドスピンですか。少し曲がりましたね。はい、のブリードです。張本も吠えてきましたよ。この打球点の高さをですね、はい、もう他の選手と違うんですよ。うん、もう全身を使って打ちますから、はいはい、すごくあります。はい、早い。いやテイクバック取れませんでしたね、今有信。はい、すぐ来ます。後ろに下げてる間にもう通過してますよね。もう張本とかの伊藤美誠とかこんな感じなんですね。そうです。はい、もうその桁違いの速さですね。うまい、ロックこれが張本のブロックだっていうね、いい今のプレーが課題なんですよね、張本選手の。少し卓球台から下がると、はい、バックハンドの威力が落ちるんですよね。
はい、それも世界の超上位での話ですよね。そうですね。どうですか、あの松下さんが危惧した試合感、まだちょっと測れませんか。まだ、まあでもあの十分いいプレーをしていると思いますね。はい、はい、18歳、こちら井上は27歳。逆に、まあ、今みたいに打たされるとですね、はい、意外と脆いところがあるんですよね。このコースはすごい、インナー卓球台の上で打ってますもんね。すごいっすね。はい、バックの方に、張本選手の強いバックの方に打つと、はい、今みたいにブロックをされてしまいますね。はい、そうすると有信選手、今度コースを気をつけながら打たないといけないので、うん、神経がですね、はい、すごく使うんですよ。はい、抜き去って、ワンゲーム目ダッシュまでゲームポイントを迎えました。少し小首をかしげた有信。チキータアウト。11対8。張本智和先行を許しましたが、逆転でワンゲーム取りました。なんかあのインナーのサイドいっぱいのボールが印象的でしたね。はい、終盤後半でしたよね。はい、